3日田中とみなみな、なんちゃって血液型占い。おはようございます。これ揃ったっていい、いいよね、いいよね、いいよね。初めて揃っちゃった、やばすごいじゃないか。今日2倍だから、今日だって2倍だから、みんな最高最高最高、ハッピーデーだから4位でも2位ってことだからね。やばびっくりした。ということで今日も運に任せて、レッツゴー。3位からですね。はい、お願いします。じゃん、うわー、 A 型。うわー、まあでも 1.5 位みたいなもんですから。次は第2位です。じゃん、 AB 型。もう実質1位これ。はや、第1位やったー、出してやったぜ。ということで4位は大型さんです。ごめんね。でもね、実質2位これ。これ実質2位今日すごいんだから。びっくりしちゃってね。びっくりしちゃってね。1位の B 型さんの中で今日最も運勢がいい星座の方をお願いします。いきます。これで出せたら天才だから。せーの、じゃん、乙女座。わーい。本日は B 型で乙女座の方が最も運勢がいい一日です。最強だと思うよ、うん、マジで本当に楽しんでください。多分いいことしか起こらない。そうだよ、ゴールデンウィークにね、うん、4位の大型の皆さんには奈々香さんからお知らせです。大型の皆さんのラッキーフードはダダ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 ダじゃじゃん、クレープです。イエーイ。ゴールデンウィークということでいろんなところに出かけると思うんですけど、だいたい出かけた先ってクレープあるやん。確かに。まあ東京に来る人もいるでしょうから、原宿に行って食べたり、うん、ぜひクレープを食べて一日元気に過ごしてみてください。では今日は何位だったかっていうのをコメント欄にお願いします。チャンネル登録とグッドボタンもお願いします。その他 SNS、Instagram、TikTok、Twitter やってるのでそちらのフォローお願いします。まフォロワーを増やさないと TikTok ライブができないということだったのでフォローもしていただけたら嬉しいです。ガルガスの公式 SNS ですね、うん、Twitter とインスタにはチケットの予約の、ね、URL が貼り出されているので、そちらを確認してみてください。たくさんの方に来ていただきたいと思います。すべて概要欄にリンクが貼ってあるのでそちらから飛んで見てみてください。それでは今日も元気にいってらっしゃい。